お疲れ様でございます。本日9月6日朝4時のコインゲッコでございます。暗号通貨業界結構やばいですね。ついに300兆円の自家総額を割ってしまって、一時期私がね、470兆円とかね、まあそこが高値なんだって言ってるところから、なんと半分とは言いませんけども、40%ぐらいダウンしてしまって、これは、例えば私たちのお金に例えるとね、貯金が 100万円あったのに気がついたら何もしないのに何にも使わないのに60万になっちゃったみたいなね大慌てな状況ですねいやーだからねこれで投資事ってなんで上がるのかなんで下がるのかってことが分からないもしくは分かっていても操作ができないんですよねまあ操作しようとすればどういうことになるかっていうとこれから私やりますけどもあの少なくともね悪い情報を投げるよりも希望的ないい情報を こう市場に放つことによって、あれ暗号通貨今がチャンスじゃないのと思っていただければ、購入者が増えるのかなと、もちろんね、何でもかんでも手放しに、いいんだ、いいんだ、今が買い時なんだって言っても、それは説得力ありませんから、例えばね、相場ってのはね、上がったり下がったりするの、これも当たり前ですよね。で、買うとしたら高い時よりも安い方がいいよねっていう心理ですよ。だから お金がたくさんあればね、別なんですけども、限られたお金しかないときは、慎重にならなくちゃいけないんですが、でも今は安いからこそ買えるとも言えるんですよ。例えばビットコインね、1100万円ぐらいだったときがあるでしょ。ビットコイン1枚が1000万超えるわけですよ。なんか家買うんですかみたいな感じじゃないですか。でも今、その頃に比べたら300万円割安とも言えるんですよ。ただね、下落が続いているときって、 もっと下がるかもしんないっていう恐れから、なかなかね、下落中にはね、買う勇気は出てこないんですよね。どちらかというと、保有してる人が、やばい、今のうちに売っておかないと、もっと下がるんじゃないかってことで、先ほどの預金に、こうね、想像してみますと、100万円あるのが今60万になっちゃったと。50万、40万に減るんじゃないか。だったら今のうちにっていう風な考え方が働くのが、まあ、投資でね、 よよくある心理現象なんですよだからダメなんだっていうことではないですよ。うん。それが正しいかもしれないんでね。暗号通貨の世界がこのまま時価総額0円になって消滅しても誰にも何の責任も取らせることはできませんからね。だからどう考えるか。それが投資ですし勝負ですしビジネスであり人生なんですよね。だってねよく私はね 好きな女の子に例えるんですけども、あの、まあ、付き合ってほしいなと思って女の子に告白します。まあ、その前に、向こうもお前に脈があるらしいぞっていう情報をゲットして、告白して、ね、ダメだった場合って、おいおい、何が脈があるだよって文句を言っても、それは一つのね、見立てでしかないんですよ。誰かの見立てです。だから自分の見立てとは違うんですよね。あの人がこう言ったからとか、あの人がこれをやってるからっていうんで、 自分で何も考えずに真似をするってことは、それは何も考えてないのと一緒なんで、当然リスクを背負い込むことになるんですよ。うん。だからそういう形でね、暗号通貨ニュース世の中にいっぱいありますけども、情報はあると。おすすめされることもあるし、勧められないこともあります。詐欺だからやめておけっていう人もいると思いますし、いやいや、これはよく知られてないけど、これからこれが、 世の中の中枢を占めるんだっていうのは見立てもあります。たくさん見立てがありますけども、あなたはどう考えてるんですかってことですよ。ね。聞いた情報、見た情報、見てない情報、聞いてない情報、全部込みで、私の判断、あなたの判断ってことなんですよね。<laughs> はい。くどくどと申し上げましたけども、いつも通り言ってみましょう。上場コインが14,697、そして取引所が1,186と、両方とも増えてるんですけども、なぜか時価総額だけは減っているというね、この、驚しさ。 それからビットコインのドミネーションは53.8%、イーサリアムは13.8%と、あまりこれも変わってないですね。えー、個別銘柄で言うとね、どんどん値段を下げてるところで、もう見るのが嫌になっちゃうわけですけども、でもこういうところもしっかりと捉えて、下がっていくときのリズムっていうのを頭に刻み込むことによってね、うん、やっぱりこうペースを掴んでいくっていうのが経験になってきますから、見たくないですよ、やっぱり自分の保有してるコインとか、応援してるコインが値段下がるところね。 でもそれを恐れずに見ていくことによって伸びてる時ばっかり見るんじゃなくてもうみんなが見放してね見たくねーよって時に自分だけはしっかり見ているところにあの経験っていうものが積み重なっていくんだと思いますシワイコインね今年の1月ですよ私が0.0014円以下で買いましょうっていう風にお話していたのはねもちろん買いましょうって言っても買えって命令したわけでもないしどう判断するかはね皆さんそれぞれなんですけどもまあでもいまだに 利益を維持してますねそれから利益確定をしましょうっていったタイミングもありました柴犬に関しましてはね利益確定した上で残った資金が増えたり減ったりというか柴犬コインに関しましては0.0014円以下で買った人は誰も損してないってことになりますけどねまあそんな感じでもう9月なんですけども皆さんの見立てはどうだったですかね1年また1年と人生はそんなに 長くないですからねあー去年はこうだったな一昨年はこうだったなって考えてる時にまあたい人生が80年としてもねそのうちの貴重な2回3回をどう使ってしまったんでしょうかってことなんですよねはいじゃあいろいろと考えるきっかけになれば幸いでございます今回は一旦以上ですね暗号通貨盛り上がってくんないかなそうそう言うの忘れてましたどうやって暗号通貨の 値段を上げることができるかっていうと、うん、いい噂を流すってことなんですよ、うん、例えば全面的に下落が続いてるときにこれ安くなったから今なら買えるコインが出てきたんじゃないのとかねそれから暴落中でも伸びてるコインがあるよねっていう風にやっぱりねあの絶望の中にも希望を見つけることかなと思います逆に全面的に調子がいいときって希望ばっかりで浮き足立っちゃってね 落とし穴に気づかないでしょだからコーズ魔王子って言うんじゃないかなと思いますそれじゃ